みさこスタイルをご覧の皆さん、こんにちは、こんばんは、みさこです。今回は2023年の3月に友人と仙台に行ってきた様子をお届けします。レッツゴー。今回は新宿から高速バスで仙台駅に向かいました。新宿駅南口のニューマンでパンを買ったんですけど、めちゃくちゃ美味しかったんですよ。もう分厚いパテがね、最高に美味しかったです。もう喋り倒していたらですね、あっという間にサービスエリアついちゃいました。高知でいいのかな、ここは上川内だったわ。3月末だったんですが、とにかく桜が咲いててめちゃめちゃ綺麗でした。あったかくって5時間本当にあっという間でしたね。無事仙台駅に到着しまして、急いで JR に乗り換えます。地方のローカル線ってめっちゃワクワクしません？私富山出身なんですけど、このボタンを押して開くシステム、これにはテンション上がりましたね。ちょうど席も空いていたので、ゆったりと座りながら目的地に向かいたいと思います。ローカル線ならではの車窓って感じでいいですよね。この感じいいわ。今回の目的地は松島なので、さらに電車に揺られたんですけれども、もう到着した瞬間、さっきまでの仙台の街の風景とは全然違ったので、とってもワクワクしました。松島には初めて来たんですけど、ハッピーエンカウンターブリッジで最初に笑っちゃいましたね。いや、ナイス。ウェルカムトゥ松島。この後はちょっと散策しようと思います。海外言うとるけど、日本にもまだ訪れてないところがたくさんありすぎて、いや、なんか空気が違うな、うん、少し歩くともうすぐに海なので、とっても癒されました。結構世界旅行とか行くんですけど、日本にもまだまだいろんな風景があるんだなって改めて思いましたね。夕方のこともあって、そんなに人が多くなくって、結構ゆったり歩きながら風景を楽しみました。めっちゃいい、めっちゃいい夕日だわ。完全に夕日だ。これは東日本大震災の浸水の位置が分かる壁が残ってました。実際にこういうところに来ないと分かんないこと多いですよね。さて、お宿に着きました。今回はホテル松島大観荘に宿泊します。お部屋がまたまた良かったんだ。これがめっちゃ良い。わーい、山、イエーイ。駐車場行け。会議がない宿泊。なんかさ、バフっていう重みを感じるよ。やめろ、重いんじゃん。ボスっていう。やってみ、うん、いや、軽そうだった。うん、あの、浮いたのよ、ちゃんと、うん、ちゃんと浮いた、うん。さあ、夕食タイムです。ここはもう本当に海鮮が食べ放題なのがすごい。いろんな種類のお魚とか貝とか、もうとにかくたくさんあるので、もう食べたいものを食べていくしかないです。いただきます。すごい脂が乗ってます。うーん、うまっ、うん、すごくない、うんうん、食べれば食べんほど、やば、今日ばかりは胃袋というものを解放してほしい。しっかり2周目に来たんですけど、
さすがにお腹いっぱいなんだよな。でも食べたいんだよな。いや大丈夫です、まだ食べたいけど今ちょっといっぱい、でも食べたい。縁側がめちゃくちゃ美味しかった、めっちゃ美味しかった。魚介以外にもたくさんの汁物や焼き物、揚げ物もとにかくたくさんありました。結果胃袋には抗えずデザートタイムです。このちっちゃなねずんだ餅がめちゃくちゃちょうどよかったんですよ。いただきます。食後のコーヒーをいただいてお風呂入って、あとは寝るだけ、満足満足と、しっかり寝たら朝でした。2日目も天気が良くて旅行日和となりました。朝食完全に1回目、いただきます。体の水分欲してたわ、本当に。白いもの これ自分でもやっぱりおかしいなと思うわ、わらび餅ね、隙間があったからね。たらふく食べたら早速観光へ繰り出しましょう。1泊2食本当に素敵なお宿でした。さあホテルを後にしてシャトルバスに乗り込んで松島を観光していくことにしました。全部一周するとさ50分コース、時間があまりないので島を一つだけ回ることにしました。徒歩のコースで30分とかいくつかコースがあるので自分の時間に合わせて回れるのがとってもいいなって思いました。とにかく空気が良くて本当にリフレッシュには最高の場所でした。仙台駅に帰ってきました。ここからは、カーシェアで車を借りて感覚ミュージアムに見に行きます。運転中は全力で歌うタイプです。著作権のため何も使えません。さあ、撮影許可が降りるか降りないか分かんないので行ってみます。ダメだったらここまで。マジでめっちゃ良かったんだけど。めっちゃ良かった。わーい、ザビのカレー。感覚ミュージアムの帰りはマジでここもおすすめです。ずんだなん注目だよね。私めっちゃ食いしん坊やん。いや本当に。甘いんだ、めっちゃ入ってる、いただきます。あんまん、あんまん、すごいなんか色がカラフルだね。カラフル。難しい、なんか東南アジアっぽい味がめっちゃカラフルだね。そしてこれをかけるとすごいです。おいしい、おいしい。ライスうまいな。そう、美味しいよね。甘みがあるというか、ココナッツミルクだ。持ち帰ります。一泊二日ありがとうございました。ありがとうございました。また来よう。いいよさっきだってさっきもうこんな楽しかったし、もうもしかしたら超えれたらみさみさと来うかもしれんわ。そうそうそう、これをその期待値を超える。確かに。
や満足度が高すぎる。高いよね。めっちゃ高い。全てが良かった。ステップがさ100点超えしてきたんですよ。いやそうなのよ。このプランをさみんなにおすすめしたい。したいしたい。ね。え、めっちゃ良かったと思う。観光もちゃんとできたし、ご飯も美味しいし、お風呂もあるし、あと感覚ミュージアムが良かった。めっちゃ良かった。あれはもうなんか想像っていうか期待っていうか、まあ、どんなものだろうなみたいな感じが超えてきたから、韓国ミュージアムをおすすめしたい。すごいおすすめ、うん、ありがとうございました。何だかいつかめっちゃ楽しかった。終わりでございます。終わりです。終わりです。どうでしたか？最高でしたね。めっちゃ楽しかった。めっちゃちょうどうるさい。めっちゃちょうどうるさい。なんで今撮り始めたの？